宮田です。兵庫の方ね、荷下ろし完了してね、今から会社に戻る感じです。もうすっかりね、夜が明けました。こうあれですね、梅雨に入ってるけど今んとこ雨降ってないですね、ということでね、本日もよろしくお願いいたします。会社に帰社するまでの、走行動画になります。はい、現在は、7号北神戸線っていうね、阪神高速を走っています。はい、それでね、新神戸トンネルっていうね、トンネルを通っていきます。新神戸トンネル降りらんでも、このままね、7号北神戸線をまっすぐ行ったら阪神高速3号につながって、港川ジャンクションからね、スッとこう前屋の方に行けるんですけども、新神戸トンネルから行った方がちょっと安いんですよね。90円で、そう、新神戸トンネルから行くと90円なんですよね。そう、まあ時間も関係するんかもしれんけど、新神戸トンネルから行ったらね、90円で、まあ夜中とか早朝だけかもしれんけどね、その90円っていうのは。なんでね、ちょっとでも安い方をね、と思ってチョイスしています。でね、新神戸トンネル、なぜ今日動画撮ろうかなと思ったのは、あれなんですよ、ディズニーランドとかユニバーサルスタジオの急流滑りというか、タイダルウェーブ落ちるみたいな、なんか、そんな感じの急なんですよ、めっちゃ、なんでね、ちょっと早速体感してみてください。皆さん、それでは行ってみましょう。はい、これ新神戸トンネル美濃谷出口って書いてるね、これをね、左下に降りていくんですけども、かなりね、急な下り坂でトンネルで、そして右カーブがすごいんですよ。雨の日やったら、あのね、空車とかやったらね、タイヤズルズルズルって滑りますよ。これ怖いでしょね。えこれ知らんと飛ばしてったらね、いきなり急カーブなんですよ。もう40キロですからね、ここにゆっくりガンと。これ雨の日なかなか止まらへんすよ、これ。よいしょ、出口はね、これ左側なんですけど、僕はそのまま新神戸トンネルに入るのが右車線で行きます。ここもね、カーブきついんでね、気をつけましょう。でこちら側はね、料金所ないです。はい、ここは料金所ないです。はい、そのままなんていうかな、その料金所ないというか、料金所の横を通るみたいな感じですね。下から来る人はその料金所あるんですけど、僕らこっから来た場合はここ料金所ないんですよね。だから合算やと思うんですよ、7号北神戸線とね、もう乗ってきてるから僕らは、こんな感じです。はい、でここからね、長い新神戸トンネルね、入っていきます。よいしょ。はい、これあとひたすらまっすぐです。でね、これひたすらまっすぐ行くとね、3号、あ、これね、ちなみに第2新神戸トンネル 8055m です。はい、よくしょ。でこれひたすらまっすぐ行くとね、3号北神戸線の生田川インターのね、まあ下道乗っかり口のところに信号出てきます。はい、そこからね、まあその正面からまた生田川乗って、で前で降りてっていうルートで行きたいと思います。これ長いですよ、 8055m ですからね。ここのトンネルは出口に近づいたらね、若宮やったかな、新若やったかな、なんかそんな感じのところ行ったらね、ものすごい音するんですよ、風の。ブオーって、なんか車線踏んでバーって鳴ってるみたいなぐらい音でかいんですよ。多分ね、そこは風が吹き抜けるんやろうね。まあ、上になんかあの飛行機のなんか丸いやつみたいな感じでね、風を送ってるんやろうね。今日は何にもないからな、腹減ったわ。あー、今日何食べようかな。うわ、なんか肩とかめっちゃ凝ってるな。会社帰ってちょっと仮眠取って、で酔い泉に行く前にね、ちょっとお腹減ってるから先ご飯食べよう。しかも今日の酔い泉はめちゃめちゃラッキーなんすよね。もう会社からほんまに20分ぐらいで着くとこやからね、もうめっちゃゆっくりできるわみたいなね。新神戸駅三宮出口 400m って書いてあるね。
信号あるんでね、あのぶっ飛ばしていって、あのね、気をつけないとね、信号あるんでね、よいしょ。はい、信号赤ですね。で、これ渡ってから、本当だったらもう一個右の方が良かったんですけど、これね、いつもね、あの大阪、あの目の前の生田川のインターが左大阪、右姫路ってなってるんやけど、これなんか知らんけど朝ね、いつも左の料金所ね、閉鎖中なんすよ。これね、トレーラーね、ほんまにね、行きにくいんすよ。要はこの、まあ、ここ渡るでしょ。で、まあ、右、まあ、大阪やから本当は左車線に寄って、左の料金所から出すっと左にまっすぐ行けるんすよ。やけど左が閉まってるんで、一旦右に行かなあかんすよね。右に行くと、右は屈折しとって S 字になってるんですよ。ちょっと軽く、縁石が。だからね、トレーラーホイールベースとかめっちゃ長いじゃないですか。まあ、ヘッドから後ろまで。だからね、もうゆっくりめっちゃ行かんと、タイヤすりそうなのよね。うん。ほんまに。ほんでまた、今度、左に行かなあかんのね。料金所空港でまた大阪やから左に行かなあかんのね。ほんまにね、乗りにくい。ね。まっすぐ行く車と右折する車の、車がいてるんでね。これは右折ですよね。うん。で、これで右一本寄らなあかんすよ。このね、まあ、閉鎖なんで閉めてんかなと思う。絶対左の方が入りやすいのにな、大阪左行くのに。これいつもなんですよ、ここ閉まってんのね。でこれね、若干屈折してんすよ、これね。で縁石があるんですよね、ほら、これこれ乗車やったらなんてないけど、これホイールベース長いしね、足上がってるから。で右肩ってんのね、もう狭いよ。でここで左指示器出して、このこっち左に、ね、多分俺の予測やけど、あれ、あそこ左側開けとったら坂登ってきてまっすぐやからぶっ飛ばしていくから危ないから、多分あえて左閉めて右やったらなんかゆっくり行くじゃないですか、みんな速度落として。多分それが狙いなんじゃないかなと僕は思います。はい、3号神戸線入りました。よし、すぐ降りますけど。はい、神戸の皆さん、おはようございます。長距離トレーラー YouTuber やってます、宮田と申します。よろしくお願いいたします。もうね、すぐ降り、わあ、朝日がめっちゃ眩しいな、朝日がめっちゃ眩しいな、もうマヤですぐ降りますけどね、次ね、マヤで降りて今度5号湾岸線っていうね、3号とか5号とかね、ややこしいですよね。いろいろあるんですよ。まあ東京よりマシですよ、うん。右折2車線あります。外側行きます。料金は90円です。ね、ほら言ったでしょ、今 ETC 聞きました皆さん、料金は90円ですって言ったでしょ。安いでしょね、新神戸トンネルね、90円安いですよ。多分これが港川ジャンクションの方から回ると、やっぱ港川ジャンクションからこの前までやから、多分料金ちょっと跳ね上がると思うんですよね。なんぼか知らんけど、200円か300円か知らんけど。でもね、その200円か300円で90円の違い、
結構大きいと思うんですよ。これ塵も積もれば山となるってね、昔の人はよく言ったものです。はい、ちなみに僕も昔の人にもう入りつつあるんですけどね、41歳になりました、6月で。はい、ありがとうございます。あ、これね、あのなんで左車線におるかって言ったら、これ右折、右曲がったら次左に曲がるんですよね。はい、右左なんですよね、 S 字。なんか知らんけど神戸ってなんかあれですよね、さっきの生田川のあの料金所もそうやけど、なんかちょっと S 字とか好きっすよね。はい、屈折が好きなんですね。はい、あ、王子公園懐かしいな。左ってこれね、王子公園って昔なんか動物園行ったな。よっこいしょ、懐かしいな。よっこいしょ、おっこいしょ。でこれをこのままで左折です。でここの前の信号今赤なるでしょ、赤なるけど、すぐに、ね、あの、あれなんですよ。ほら、青になるんですよね。はい。これ、ここの地元の方も分かってるんやけどね。すぐ青になるんですよ。なんか、よう分からへんでしょ。青になるんやったらなんで一瞬赤にするんやろうって思うでしょ。また、あれですかね。安全のためにちょっとスピード落とすために、あえて一瞬赤にしたろうみたいな感じなんですかね。ちょっと独特なルールがあってね、ちょっと分かんないですけど。これは神戸を走り慣れてる方ならね、あー分かる分かるって、そこそうよねみたいな、僕地元、私地元よみたいなね。はい、そうなんですよ。どうですか神戸の皆さん。あの神戸といえばね、あの開墾の方でね、宮田の視聴者さんでね、よくあのポートアイランドとか、まあ六甲にも行ってますけど、開墾グループの、開墾グループとかしな、開墾部隊の方がですね、結構ね動画見てくれてはって、あったらなんかお菓子とかパンとかジュースとかもよく持ってきてくれて、あのステッカーももらったことありますね。はい、よっこいしょ。レン君とチャッピー君やったかな、なんか名前ね、うん、レン君チャッピー君やったかな、うん、お腹減ったな。よし、おいしょ。うわ、朝日めっちゃ眩しいな。おお、男度が上がるな、男度が上がるな。朝日を浴びながらね、トレーラーを運転して会社に帰る、男度が上がるな、ロマンチックやな。何を言うてんねんて。いや俺も分かれへん、俺も何言うてんか分かれへん自分で。まあそんな感じで、まあね、まあ、楽しく仕事はしましょう。はい、仕事終わってね、ちょっと軽いトークとかしながらコーヒー飲みながらね、なんか落ち着くっすね。ああ、会社帰ってきたやなみたいな、我が家みたいなね、なんかホームみたいな感じですね。はい、港ね、まあ大阪でいうと南港みたいな感じで、あの島と島と島みたいな感じですね。それをなんか橋とかでピョンピョンピョンってこう渡ったりとかするから、ほんまにね、初めて神戸来た人は迷子になったりとか、あの特にポートアイランドとか六甲アイランドとかね、あと三宮とか京橋とか、あの辺とのこのハーバーハイウェイだったりとかね、2号線のなんかのバイパスだったり、これは何の道なのか、高速なのか、無料バイパスなのか、ハーバーハイウェイなんだそれはみたいなね、なんかいろいろあると思うけどね、3号神戸線、5号湾岸線、どっちみたいな、ね、いろいろありますよ。よいしょ。それね、神戸も長いな、俺もな、もう2トンとか4トンとか乗ってる時からもうな、よく深江浜とか魚崎浜とかよう行ったな。ガラガラやで、これ04チャンプやで、ワイルドスピードって感じやな。三車線でこうね、赤と黄色と青の車で、ね、ヒューンとか言ってね、ワイルドスピードみたいな感じですよね、なんかね、朝日に向かって走っていくみたいなね、いいっすねこれ。そんなワイルドな男になりましょう皆さん。はい、ワイルドスピードではないけどトラックが来ましたね。はい、よいしょ、よっしゃ、のんびり行きましょうか。よいしょ。さあ皆さんもね、週末、土曜日日曜日ね、お休みの方が多いと思いますけどもね、体をゆっくり休ませる方は休ませてね、家族と出かける方はね、家族とね楽しい思い出をね、作ってきてください。はい、ではね、わーガタガタや、めちゃめちゃガタガタやんか、わわわわなったわほんま。はい。はい、ということでね、今日のね動画はこの辺で終わりたいと思います。
よう喋るんよこの ETC、 宮田と一緒で。本日もご視聴本当にありがとうございました。またね、明日の動画もお楽しみに。頑張ってね、毎日動画19時に上げるようにしています。はい、たまにね、毎日は上げるんですけど、19時回る時も、まあ、いろんな意味で、ちょっと19時に出せない時もあると思うんですけども、極力、まあ、毎日投稿19時っていう時間で設定しますね。まあ、絶対じゃないんですけど、気持ちはもう毎日19時アップ頑張ってますので、ここのとこずっと毎日19時上げてるんでね、お気づきの方は気づいてると思いますけどもね。はい、また皆さん見てやってください。はい、みやたんチャンネルのみやたんでした。それでは本日もご視聴ありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。それではニンニン。